ネオプラン、メガライナー。ネオプラン、メガライナーは、ドイツネオプラン社製の2階建て大型バス。本校では主に、日本での状況を紹介する。1992年に、ハノーファーで行われた、イヤー自動車ショーで発表された。全長14.9メートル、車体重量19トン、総重量24トンの超大型バスである。車両本体価格はおよそ8000万円。 定員像に主眼を置いた設計となっており、操作席数は84、86席、車両により異なる。1階部分には車椅子対応スペースも配置されている。前輪2軸後輪2軸の4軸車で、そのうち全2軸が操舵輪となる。あと5軸には、右差切時の負荷軽減のために、運転席からのスイッチ操作により、等コントロールするパッシブステアを備えている。 これは、ステアリング時に、後ろ前軸の駆動軸を中心に起こる横ブれによる、あと5軸にかかる横力を逃がすためのもので、ステアリングホイールから直接操作することは、不可能。日本国内の車両のトランスミッションは、先行供用された JR バス関東持ちの1台のみが発足マニュアル車、残りの3台は12足オートマチック車である。 この車両を日本国内で走行させる場合、車両制限令における長さの最高限度の12メートルを超過しており、運行経路や使用時間帯などを道路管理者へ申請し、特殊車両通行許可が必要となる。走行する道路の制限を受けるため、道路混雑時や事故等での通行を止め時に、迂回運行ができないなど、非常に制約が多くなる。 慢性的に利用者が多かった東京駅、筑波センター線高速バス、筑波号の輸送力増強用に2000年に日本輸入された。伝説バス同様に、車体長が日本の大型バスの最大サイズである全長12メートルを超えるため、認可に手間取り、2002年12月8日より特殊車両として関連する法律の特例措置を受ける形で運行が開始さた。 日本での導入例は4台のみで、そのすべてが高速バス、つくば号に充当されていた。当初は1台のみを JR バス関東がつくば号に就業させていたが、後の増車で4台中2台が JR バス関東を持ち、残る2台は関東鉄道持ちとなり、深夜便、ミッドナイト、つくば号も新設された。 関東鉄道持ちの2台は JR バス関東からのリースであったが2005年11月のダイヤ改正より運用を売り出し JR バス関東に返却された。車体が長く通行できる道路が限られていることから通常車両を使用した便とは走行ルートが異なっていた。下り便のみの際としては首都高速道路に入る場合通常便の宝町出入り口に対し メガライナーは五福橋出入り口から入線した。また、上下便共通の際として、下広岡、並木山丁目の両バス停を経由しなかった。予備車がないため、車両整備、点検、検査時は通常のハイデッカー車を充当していた。また、通行道路の制限は、営業路線のみならず改装時の経路も同様に行われていた。つくばセンターから、 JR バス関東土浦支店までの改装経路は、道路構造上の理由などで認可が下りなかった。そこで、夜間の下り便運用でつくば、センターに到着した後は、関東鉄道つくば中央営業所、通称、やたべ車庫へ改装し、翌朝の上り便運用まで留置していた。2005年11月1日のダイヤ改正で、 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの開業により、乗客が減少した、つくば号運用から、関東鉄道つくば中央営業所の2台が外れ、JR バス関東東京支店へ返却された。2006年6月1日のダイヤ改正で、つくば号運用から、JR バス関東の2台が撤退した、実際には5月29日限りで運用を離脱。 関東鉄道つくば中央営業所へリースしていた2台は、西日本 JR バス大阪速管理所に転廃されたが、1台が後日の炎上事故により廃車となった。東京大阪のドリーム号系統の慢性的な混雑の緩和と、当時増加していた乗り合いバスを模倣した格安ツアーバスに対抗するため、2006年6月14日に、 運行を開始した東京駅大阪駅の青春メガドリー号に充当した。なお、同日の昼間帯には先着30名の試乗会が大阪駅西日本 JR バス車庫で行われた。つくば号時代と異なり、当時は予備車が確保できていたので2006年7月1日から脱却時には青春メガドリーム号の臨時便も運行された。なお、青春メガドリーム号においても、 通行道路の制限があり、走行経路の変更、一般道への迂回ができないため、経路上で通行止めなどが発生した場合には、最寄りのサービスエリア、パーキングエリア等で待機することが、ある旨の案内が、出発時に行われていた。また新御道筋の千里中央へ坂間は、他のドリーム号とは異なり、本線での走行ができず速道経由での通行となっていた。しかし、 死も、術の火災事故によって、全車除籍となり、残りの2台もドイツに返却された。2008年5月28日23時55分、頃、青春メガドリーム2号、大阪駅桜橋口22時40分発、東京駅業の運行中に、名神高速道路大津サービスエリア付近にて火災が、発生し、全焼。幸いにも、乗客、 運転士合わせて61人に負傷者はなかった。該当車両は、西日本 JR バスのメガライナー、車両番号749-2994であり、車体をほぼ全焼し廃車となった、同年7月10日解体。原因は、エンジンブローの説が有力とされるが、整備不良なのか車体に異常があったのかは不明である。この事故の影響で、同年6月30日まで、 青春メガドリーム81号82号は、青春ドリーム号で使用されるハイデッカー4列シートで、トイレ付きの車両を2台使用して運行した。また、廃車車両の補充として、青春メガドリーム号カラーの三菱不装、エアロキングが増備された。なお、ネオプランでのメガライナーの生産はすでに終了している。2008年7月1日のタイヤ改正では、 青春メガドリーム81号82号の運行が削減された火災事故に関係なく計画されていたが2009年3月13日より復活した。しかしその矢先2009年3月16日4時15分頃前年の火災と同じ青春メガドリーム2号 JR バス関東運行 D750 から03501号車の運行中に 東名高速道路牧野原サービスエリア付近にて、ターボヤージャーのシャフトが折れたことがきっかけで、エンジンブローを起こし出荷、同サービスエリアに緊急停車後全焼した。こちらも、乗客、運転士合わせて78人に負傷者はなかった。被災車両は、除籍、廃車となった。これを受け、JR バス関東は同日発以降の、メガライナー運行中止を発表した。また、 同日、国土交通省は、メガライナーの除籍及び、ドイツへの返却を両者に指示した。また、FNN スーパーニュースでの報道によると、西日本旅客鉄道労働組合、JR 西労組、JR 連合参加が、最初の火災事故後、JR バス、関東側に対して、メガライナーの運行中止を求めていたにもかかわらず、JR バス関東は、 当該車両の運行を継続していたという。なお JR バス関東は取材に対し火災事故後西日本 JR バスからそのような申し出はなかったとコメントしている。その後国土交通省は二度も炎上事故を起こした事実は重いとして残り二台の運行中止を運行各社に指示した。そしてこれらの車両は二台ともドイツに返却された。これにより 2009年4月18日より、青春メガドリーム号は廃止まで、西日本 JR バス所有の2階建て車両、三菱不装、エアロキングで運行を継続、確実運行することとなった。その後、青春メガドリーム号のみの確実運行は、不評であったため、2009年7月1日に、超特割青春号の東京駅発着便の運行を開始した。その後、 青春メガドリーム号は2009年9月10日の出発便をもって運行を終了した。翌日からはその光景として三菱ふそエアロキングを使用し従来の青春ドリーム号よりもシートピッチを狭めて座席を一列増やした青春エコドリーム号が設定されている。なお、この火災事故との関連性は不明であるがメガライナーの兄弟車であるスカイライナーが JR バス関東車の事故から6ヶ月後の2009年9月、例に、やはり東名高速道路牧之原付近で出火事故を起こしており、こちらも同じくターボチャージャーの故障が原因とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。